プレースはカレー目の魚の一種である。水産上の重要性が高い。別名、ヨーロッパツノガレープレースの生息する地理的な範囲はバレンツ海から地中海の沿岸や北東太平洋、グリーンランドにまで及ぶ。非常によく見られる魚で、水深10メートルから50メートルのヨーロッパの大陸方の札室及び、泥質の海底に多く、 大抵は水深10メートルから50メートルに生息する。日中は堆積物に潜り込むようにして、長い間動かずにじっとしている。最大で水深約200メートルの場所でも見つかることもあるが、特に幼魚は非常に浅い塩海まで来る。塩分濃度が低い環境でも生きることができ、気水域や淡水域で見つかることもある。プレースの体色は濃灰色から濃い茶色で、 橙色の不規則で目立つ斑点がついている。下側は白い真珠色である。表皮は滑らかで鱗は小さい。周囲と合うように体の色を変えることができるが、橙色の斑点は常に残ったままである。表皮にはトゲはない。体長は最大で約1メートルになるが、網にかかる制御はほとんどが50センチメートルから60センチメートルの間である。 記録に残る最大の体重は7ラムで、寿命は最長で50年生きた記録がある。制御の外形は楕円型で、頭はかなり小さく、全長の25%以下である。先端には小さな尖った口があり、上顎骨は右目の下まで達している。両目は体の右側に偏っている。両目の下の骨量は、この種に特徴的なものである。 側線は胸びれのところで緩くカーブしている。背びれは目の位置まで達している。背びれと尻びれは尾びれから離れている。尻びれには48本から59本の柔らかいヒレ状とトゲがある。背びれには65本から79本。胸びれには10本から11本。腹びれには6本の柔らかいヒレ状がある。夜間に活動し、多毛類、甲殻類、 二枚貝糖を食べる。一歳から二歳の幼魚は主に小指下目を食べる。北海における主要な産卵場所はサザンバイトやイギリス海峡の東部である。プレイスの産卵数は実際に産卵を開始するより前に決まる。メスが成熟する、すなわち産卵可能になるのは3歳から7歳の間だが、北海ではほとんどのメスは3歳で成熟する。 卵巣は8月末から9月には発達し始め、12月から5月に産卵する。メスは約1ヶ月間かけて3日から5日おきに卵を産む。卵は約2週間後に孵化してプランクトンとして水中を漂い、水温によるが8週間から10週間後に変態すると長官体の砂地に定住するようになる。幼魚は 反応動的調節移動と呼ばれる動きを見せる。すなわち、幼魚は流れに逆らって泳ぐことはできないため、水中で垂直方向の位置を変えることで目的の場所に移動する能力を持つ。波が打ち寄せて水位が上がるときには、幼魚は上の方に移動して陸に向かう。波が引いて水位が下がるときには、下の方に移動して、なるべく動かないように調整する。 幼魚が定住に適した場所に到達すると、カレー目の非対称な体に変態する。これには10日間を要する。変態直後の若菜は、浅瀬の長官体に定住する。変態後1週間以内の特に若い個体は、潮が引いた後も、長官体の浅い潮溜まりに止まる。この理由については、まだ明らかになっていない。例グループと呼ばれる生後1年以内の個体は、 井戸や気温によるが7ヶ月程度長官隊に泊まって、その後深い海に移住する。その一部は、翌年には、同じ場所にまた戻り、その翌年も戻ってくるものもある。しかし、若菜の多くは1年目に移住すると再び戻ってくる、ことはない。プレイスはしばしば、フィッシュチップスの材料として用いられる。北ドイツ料理やデンマーク料理では、 プレイスは最もよく食べられる魚の一つである。切り身にして衣をつけて揚げたプレイスは、レムラード、スライスしたレモンと共にオープンサンドイッチの具として用いられる。揚げたプレイスは、フレンチフライとレムラードソースともに、温かいまま主菜として食べられることもあり、デンマークのレストランではよくお子様ランチとして提供される。家庭でそのまま焼いたり揚げたりできるように、 パン粉をまぶして冷凍したものもスーパーマーケットで入手できる。オーブンで焼いて調理されることもある。スケッチプレイスは、タラ、アンコウ、シタビラメ等の北海の他の低成魚類とともに、国際海洋探査協議会によって、アウトサイドセーフバイオロジカルリミッツと分類されている。さらに現在は、古い個体が急速に減少しており、40歳以上まで生きられるのに、 6歳以上の個体は滅多にいない。世界自然保護基金は2006年に8種類のカレー目のうち1種類のみが持続可能な漁獲量であり、3種類は過剰採集である。減損量を見積もるにはデータは十分でないが、水揚げ量は歴史的に低い水準である。と述べている。ありがとうございます。